Hey guys, Good Team here. Before we start this video, there's a little bit of an accident happened here while I'm recording this video. By the time I was going to edit this video, a little bit of accident happened. The file that the audio file for my commentary just got corrupted on my memory card. Well, I've been using my tablet's microphone because my tablet has a better mic quality than what I've been using right now. So throughout the game, there will be no commentary for this. So yeah, and rest assured to you guys that by the next video, commentary will be back. And let's get this game started, shall we? Yes. まったくもう先にログインしちゃうなんてどれだけ待ちきれないのよすまんしょうがないんだからでもついにこの時が来たんだねあれが新しく実装されたエリア光と闇の神々が伝説の浮島大陸スバルト・アルブヘイムかうんそうだよキリト君で今はお兄ちゃんでいいか新エリアの実装を楽しみにしてたもんねああ ALO アルブヘイムオンラインを遊ぶようになって数ヶ月この大型バージョンアップを俺を含めた数多くのプレイヤーたちは本当に心待ちにしていたんだ早く遊びたくてうずうずしてるって顔だねさあいつまでもこんな遠くから見てないで早くあそこまで飛んでいこうよああ行こうリファついたな。ここがスバルト・アルブヘイム。そうだね。ようやく出てこられましたよ、パパ。今日はお二人だけなんですか？ううん。後で落ち合うことになってるんだ。そうなんですね。ユイ。ここは新エリアの。はい、ここはまだ新エリアの入り口、浮島大陸の最初の島、浮
雪島草原ボークリンデです。ここから一つずつ島を攻略していき、移動範囲を拡大していく。つまり次の島に行けるようになるという仕組みです。なるほどな。ありがとう、ユイ。さて、お兄ちゃん、ここで新しい ALO のプレイ方法をおさらいしておかない？ああ、そうするよ。そうだね、何事も基本が大事だからね。では私から説明させてもらいます。よく聞いていてくださいね。
し、燃えてきた。新エリアの感想は。ああ、すっごく面白いな、これは。そう言うと思った。まあ、私も同じ気持ちだけどね。これからの攻略も楽しみだね。それじゃあ、おさらいも終わったことだし、そろそろ町に行ってみようよ。ああ、そうだな。天井門はどこだろう。パパ、こういう時はマーカーを使うんです。マーカー？そんなものあったっけ。スバルト・アールブヘイムが実装された時に配られたマニュアルに記載されてましたよ。ユイ、ちょっと説明してもらえるか。はい、わかりました。なるほど。このマーカーが指している方向に行けば天井門にたどり着けるってわけだね。これはかなり便利かも。ああ、そうだな。活用できれば攻略に役立ちそうだ。では、天井門について説明します。
これがスバルト・アルブヘイムの街か。やっぱり初めての街に降り立つとワクワクするよね。宿屋や商店などの基本的な施設はもちろん、酒場や闘技場などもあるようですね。そうなんだ。後で回ってみるか。いいですか？システムが一部アップデートされています。既存の ALO の街中と違い、この新エリアの街の中では飛行できません。そうか、新エリアの街はそもそも ALO 本土とシステムの仕組みが違うみたいだな。バージョンアップではシステムのアップデートはもちろん、新しいダンジョンやクエストも多数追加されています。高難度クエストもあるみたいですよ。それだけ遊び応えがある、攻略しがいがあるってことだな。たちが到着したな。やっぱりあんたたち待ち合わせ時間より先に来てる。仕方ないですよ、リズさん。キリトさんが待ちきれるわけないじゃないですか。ほんとあんたって欲望に忠実というか、団体行動を乱すわよね。まあそれがあんたらしいっちゃあんたらしいけど。ここ数日キリト君ずっとソワソワしてたもんね。それだけ楽しみだったってことでしょ。ヤッホー、キリト相変わらず元気そうだね。キリト相変わらず早いね。私たちを置いていかないでよ。すまんすまん。おいおい、さっきから俺たちのこと忘れてないか。クライン、ウェギルも来てくれたんだな。ネットでも話題になってた前代未聞の大型バージョンアップだぞ。ゲーマーなら公開直後のログインは基本だろ。しかし俺たちも水凶なもんだよな。あれだけの目にあっておきながらこうしてまたこの世界に来しまってる。そうだね、アインクラッドで2年以上も戦い続けてきて、またみんなでこうして集まれるだなんて、なんだか不思議な気分。ああ、俺たちはあの場所でいろいろなことを経験し、様々なことを教わった。あの時生まれた絆があるからこそ、またみんな一緒にここに立っていられるんだと思う。どうしたよキリト、なんだか黄昏れてるじゃねえか。暗い、茶化すなよ。さあそろそろ行こう。もうたくさんのプレイヤーたちがこの新エリアに挑戦してるはずだ。腕が鳴るわね。どんな新しいお宝が眠ってるのかな、楽しみだよ。さあ新しい素材を見つけるわよ。俺も新商品をどんどん仕入れるぜ。ピナ頑張ろうね。おうよ、俺もかっこいいとこ見せてやるぜ。データの分析は任せてください。新
私も頑張っちゃうよ。おお、みんな気合入ってる。私も負けてられないな。行こう、キリト君。ああ、スバルトアルブヘイム攻略開始。俺の名前は霧ヶ谷和人。でも俺にはもう一つの名前がある。本名と同じくらい、いやそれ以上に今となっては価値を持つ名前、霧人。こう呼ばれることがとても自然になった。そう、2年前のあの事件から。2022年、VRMMO と呼ばれるジャンルを確立し、ベータテストから世間の話題をさらった。それはこう呼ばれた。ソードアートオンライン。それは五感を全てシミュレートし、脳に直接インプットするバーチャル世界。しかし、開発統括の茅場明彦は、1万人という膨大なプレイヤーをゲームからログアウトできないようにした。ただの疑似世界の遊びではなく、ゲームオーバーイコール現実の死という絶対的なルールの下で、プレイヤーたちのログアウトの条件はゲームをクリアすること。そして2年後、ようやくゲームはクリアされ、デスゲームは終焉を迎えたが、その間4000人が死んだ。その犠牲はあまりにも大きく、ログアウトできたプレイヤーは2年前とは比べようもないほど衰弱していた。俺たち SAO のプレイヤーだった者は施設に入院させられ、数ヶ月のリハビリ後ようやく退院することとなった。新エリアに上陸したわけだけど、さてこれからどうしようか。まずは小手調べとして定番のクエストがいいんじゃないですかね。いろんなのがあるみたいですけど、何かいいクエストはありますかね。それならもってこいのやつがあるわよ。うん、手軽にできそうだから初クエストにはちょうどいいんじゃないかな。キリト、その小手調べクエストはどこに行けば受けられるんだ。フィールドに出て天井門から北東にあるダンジョンと、もう一つあるみたいだ。そ
それほど強い敵もいないだろうし、様子見としては良さそうね。素材になるアイテムがあるらしいから、装備強化に使えるし、食材になる敵もいるらしいわ。装備が鍛えられる素材は魅力的ですね。私も欲しい食材があるの。楽しみだな。それじゃ決まりだな。二手に分かれて早速そのクエストをやってみるか。さてこっちのパーティーの目的地はデイモンから北東にあるダンジョン。メンバーは俺とアスナ、リーファー、シノンか。今回はこのメンバーでパーティーを組むんですね。パーティー編成は宿やグリーンカムビ、金冠のオンドリ邸でできますよ。早速行ってみましょう。ここでパーティー編成ができるんだな。はい、編成できるのは1名から3名までです。編成に入れたメンバー以外はどうなるんだ？バトルには参加できませんが、一緒に冒険できますよ。バトルに参加するメンバーを変更したいときは、毎回この宿屋で行うシステムになっています。今回パパが編成できるのはパパとママ、リーファさんとシノンさんです。早速やってみてください。Okay guys, I know this is only the tutorial part, but trust me, on the second episode, the story will begin. So, I hope you guys like this video guys. If you do, leave a like, subscribe, and you can also press that bell icon besides the subscribe button to get notified for my new videos. You can also comment for future improvements from of my videos. And you can also follow me on other social medias like Facebook, Instagram, and Twitter. All links in the video description below. And as always guys, thank you so much for watching, and I'll see you guys in the next video.